こんにちは、角川スキー総研の遠藤です。今日作るのはですね、これですと言ってもなかなか分かんないと思うんですけれども、1971年に、ビジコンという日本の会社が発売した 141PF という電卓です。実はこの電卓ですね、今我々が毎日お世話になっているパソコンとかスマートフォンに載っているマイクロプロセッサー、その最初の製品を作るきっかけになった製品なんですね。ここにその最初のマイクロプロセッサー4004も持ってきていますけれども、これを生み出すきっかけになった 141PF、 今日はこれを作っていきます。ビジコンという会社は以前は日本計算機販売株式会社という社名で、電卓以前に使われていた機械式の歯車式の計算機を販売していた会社です。その後電卓を開発するようになって1970年に社名もビジコンと変更、そうした中で1971年に販売された電卓です。当時の電卓はハードワイヤードといわれる配線の論理の組み合わせでできていました。製品ごとに論理的な回路だけで作られていた、それでは大変じゃないかということで、コンピューターと同じようにプログラムを読んで動くようにしよう、そうすることで一回作ってしまえばプログラムを書き換えるだけでビジネス用の電卓にも科学技術用の電卓にも、伝票発行機のようなものにも使えるようになる。当時ビジコンにいた島正俊さんという方がそのアイデアで1968年にビジコン 162P という製品を開発、さらにこのアイデアを LSI システムにしようと考えた。米インテルと共同開発したのがインテル4004、これが世界最初のマイクロプロセッサー、小さいけれどコンピューターということでマイクロ命令とかマイクロプログラミング、それからマイクロプロセッサーという言葉が使われるようになったわけです。つまり今回作っているこのビジコン 141PF というのが世界最初のマイクロプロセッサー4004の開発のきっかけになったわけです。僕もこの電卓の現物はインテル本社のミュージアムでしか見たことがなかったんですけど、2011年に情報処理学会の情報処理技術遺産に選ばれた時にその授与式で詳しく見ることができました。電卓博物館というサイトを運営されている大崎慎一郎さんが提供されたものなんですけれども、なかなか風格のあるかっこいいマシンでしたね。ということでできました。1971年というとかなり昔の製品なんですけれども、まさに日本が高度経済成長の真っ只中にある時期に作られた、ミニプリンター付きのビジネス電卓、日本メーカーが作った電卓が世の中全体を動かしていると言っても大げさではないマイクロプロセッサーの誕生のきっかけになった。これご存知でしたかね。ということで来週も作ります。見てください。